Thank you for watching! レスポールの方でちょっとロックっぽい曲演奏しましたけど、その割には高い方はあまり使わなかったかもしれないですね。ただ、中域から低域の表現力が、特にまあ中域の表現力すごかったので、まあ、レスポールも、この335も、なんかこの辺っていうか、中域をすごく結果的に使ったような気がします。 ギターと自分の関係っていうか,だから自分、自分のピッキングのタッチとか、まあ、ピッキングの角度、強さ、あとビブラートが、まあ、反応してくれるギターだと、その反応してることが楽しくて、よりそこをこう自分も 多く使おうと思うし、まあ、そういう意味では楽器とのこう対話をその、なんか、あんまり考えてるわけじゃないけど、楽器の反応の仕方を感じながら、こっちが次の表現をこう、聞こえてきたままに弾くっていう、まあ、それのこう、相乗効果でループしていく間にっていうことですね。だから今日この335で、 そういういう表現力とかニュアンスっていうのはすごく伝わったとしたらそれはこのギターの僕との関係がうまくいってるっていうことだと思いますね。一番僕が気にするのは、まあ、どのぐらいのボリュームで演奏するかっていうのを想定しますけどつまりあの同じセッティングでもボリューム感が小さめなのと大きめなのと、まあ、スピーカーの特性もあって。 ピ,ピークの度円が変わるの円るで、まあ、自分がこのぐらいのボリュームで演奏するだろうなっていうボリュームで確かめるんですけど、えー、一つはまあトーンとか全開のリアリアでコードを弾いたり単音で弾いたりとき弾いた時にリアの音なので音が硬めなのは当然なんですけどその中でもこう耳に痛いというかそういうピークをあんまり出しすぎにならないようにっていうかな でそこをまず調整してで逆にフロントの時はこうローの膨らみっていうのが甘いトーンが欲しいんですけどそこが膨らみすぎてブーミーにならないようにっていうんでそのリアとフロントでそれぞれの帯域の気になるところが出ないようにっていうだけどフロントは甘くリアはエッジの効いたっていうかというところも残したいので。 そのさじ加減をまず探るっていうところですかね。で、センターにしたとき、僕はセンターはあの、コードカッティングというか、リズムプレイのときによく使うので、で、センターにしたときに、歯切れが良くて、カッティングが気持ちよくできるようなっていうところを微調整するっていうような感じですね。そうですね。僕が多分20代の、 後半ぐらいから40代前半ぐらいまでかな。20年間ぐらい。そのぐらいが、まあ、スタジオワークス一番忙しかった時期だと記憶してますが、基本は1日2箇所で楽曲が2曲ずつでダビングもあって、で、それでさらに午前,午前中とか夜遅くに 空いてる時間で来てくれっていうようなダビングの仕事があるみたいな感じでしたね。で、自分がなんか、来、来週とか、あの、来月、ここを休みにするって決めない限りは、ひたすらなんかそんな感じでしたね。だから、夜中まで、えー、レコーディングして、次の日の午前中からので、も帰 寝てまた出てくるのもあれなんでって言って車の中で仮眠してで次のスタジオに行くと前日の夜中一緒だった人がまたそこに集まってるみたいなそんな感じですよね。 スピードのアレンジャーとして大活躍した水島君そして伊地知さんで僕まああの事務所が共通っていうところもあるんですけど、まあ、それで1枚目の、まあ、スピードのデビューアルバムですねはギタリスト僕以外にも入ってたりするんですけど2枚目以降 多分9割9割以上僕が弾くことになったと思うんですけどねだからイチチさんそしてアレンジャーの水嶋くんが頭に描いているサウンドっていうのがまずきっとあってそれをこう説明してもらうで当時プリプロをしっかりするっていうことが割と定着してきた時期でもあったので現場に入るとデモ音源があってでそれを聞きながら こんんな感じってていううのを説明してもらうんですよだからそれだったらじゃあ僕としては自分がその曲を演奏するんだったらこのギターでこんな音色で例えばこんなリズムパターンはどうだろうとかバッキングの時も歪みがウェットな歪みがいいのか乾いた歪みがいいのかっていうのを僕のアイデアを出してでまあ僕に決定権はないので,でこんなのもあるしこんな考え方もあるしこの音色だったら こんな演奏になるしっていうのを示してで向こうがこれでいこうって言ったらその楽器とその音色であの演奏内容をこう突き詰めていくっていうようなそんな感じでしたねその気持ちは多分かなり強くてえまあ僕自分自身が演奏したり作品を作ったりあの著作していくっていうことも頑張っ ななんきゃいいけけと思ってるんですけどやっぱり僕っていうギタリストがこうあ,のある形になっていく過程でやっぱり渡辺貞夫さんを代表とするあとまあ優秀な僕の仲間たちからまあ学んだこと吸収したことで自分の中でミックスしたことっていうのを自分の自分のところでこう止めて ておいちゃいけないなと思ってで、それをあの後,後輩たちにこう伝えていくっていうか教えるって言うよりもこうなんか伝えるとかアドバイスするというか。なんかそ,それをやらなきゃなっていう。そういう役割は自分の役割なんじゃないかなっていうのを強く思ってます。はい、そうですね。あの今回レスポールと33。5えー、引いてまあ、改めて。 そのギブソンのこう定番の楽器の良さっていうものをすごくもう再認識したっていうかいやとても素晴らしくてでもうちょっとこうフルアコースティックのジャズ系の楽器だとか、まあ、SG とかっていうそのギブソンの定番の楽器っていうものをもう一度ちゃんとこう。 弾いていきたいなっていうと強く強く思いましたね。で、で、このやっぱりこの定番の力ってすごくて、だから例えばユーソンにこんな感じのギターを開発してほしいとかっていうよりは、もうここをひたすらふ深めてもらいたいなっていうそ、そっちの方がなんか僕は楽しみだなって思いました。